委員長ひまわりさんそしてリスナーの皆さん海の底からこんばんは某龍ンと某稲葉羽ねの配信で本名がばれましたバーチャルダイオウノスケです大王グソクムシですが人間の姿に擬態することもできますそれでは早速話していきましょうかこれは似たようなことができる人も多いと思うのですが 私は家族が帰宅する時の足音で誰だかを判別できます。この足音は父親だなとか、今度は母親だなとか、顔を見なくても姿が見えなくても、音や雰囲気で家族の判別ができるのです。前置きが長くなってしまいましたね。本題に入りましょう。これから話すのは龍之介時代に実際に体験した出来事です。あれは数年前の梅雨頃でした。 当時私は、実家から遠く離れた場所で一人暮らしをしていました。奇妙な出来事が起きたその日、私は夜勤明けで疲れており、冷房をつけ、部屋のドアを閉め、目覚まし時計をセットし、布団に入り、眠りにつきました。二、三時間経った頃でしょうか。誰かが玄関に近づく足音で目が覚めました。私はすぐに、ああ、 この足音は母親だな、と気づきました。続いて、ガチャリン、と、玄関のドアの鍵が開く音。ここで私は違和感を覚えました。なんで離れたところに住んでいるはずの母親がここにいるんだなんで渡してないはずの鍵を持っているんだ母親らしき足音が近づいてくる。 起き上がろうとして、体の異変に気づきました。自由に動かない。やけに体が重い。かちゃり。今度は、部屋のドアが開く。何かがドアの前に立っていました。姿形は母親なのですが、気配がまるで違う。なんだあれは。 それに明るい時間なのに顔がよく見えない顔をのぞこうとして体を無理に動かそうとした瞬間目が覚めました全部夢だったのです部屋の前には誰もいなく玄関にも鍵がかかっており体も動く寝汗はびっしょりかいていましたが布団の中で とてても安心したのを覚えていますそれに気づくまでは一つだけどうしても説明のつかない異常がありましたしっかりと閉めたはずの部屋のドアが開いていたのです夢と現実がつながるという話はいろいろな場所で聞きますがまさか自分がこんな体験をするなんて 思いませんでしたあれはいったい何だったのでしょうかあのまま目が覚めなかったらあれの顔が見えていたら話しかけていたら一体どうなっていたのでしょうかそしてあれはいったいどこに行ったのでしょうかもしかしたらまだ 家の中でじっとこちらを見ているのかもしれないですね。<noise>